ようございます。クレイクレイセルメンです。ミナサヤビがシーズン10になりましてね、2015年度が始まったというところなんですけども、これはただのパフォーマンスです。いよいよですね、またね、アクティブな季節が始まります。4月の頭にはまた、滝の、オートリゾート滝野の方へ行って、春キャンプを再チャレンジしようと検討しております。そして、昨年はクラウドファンディングをチャレンジということで、やってみたことなんですけど、今回は何をしようとしているのか。先日、ルミナスダイアリーのオリジナルサウンドトラック第3弾テルナニコヨのノートオブバトルスが、発売されました。ルミナスタジオのオフィシャルオンラインストアと、DL サイトコムで、発売しております。こちらのような新しいナッツのグッズ展開といったようなものをやってみたいなというのを検討しております。ブランディングっていうね、そういう戦略も面白いんじゃないでしょうか。それではね、そんな、なんだろう、あっち。それでは、ルミナスタジオのシーズン10、2015年度始まりでございます。